シーグラムビルディングはニューヨークのミッドタウン52丁目と53丁目の間のパーク外375号に建っている超高層建築物である。1958年にシーグラムのアメリカ本社ビルとしてミース・ファンデル・ローエとフィリップ・ジョンソンの設計によって建設された。38階建てで高さは156.97メートルである。 アメリカ合衆国国家歴史登録財に指定されている。当時のシーグラム社長、サミュエル・ブロンフマンがニューヨークに本社ビルを計画した際、ニューヨークの名門建築事務所、カーンヤコブスに設計を一任した。しかし、その計画案は当時ニューヨークに敷かれていたゾーニング法によって、セットバックを多用した他のビルと変わり映えしなかった。これにことを唱えたのが、 ブロンフマンの娘で、イエール大学で建築学を学んだ、フィリス・ブロンフマン・ランバートである。欧州滞在中だった彼女は、この計画を知ると急遽帰国し、父親に、計画の保留を訴えた上、自分で建築家を選ぶことにした。後に彼女は新社屋の企画責任者として、計画の全工程を取り仕切ることになる。建築家の選定を委任されたランバートは、2ヶ月半に、 及ぶ探索の間に現代を洞察して技術を死にまで高めた人物こそミース・ファンデルローエであることがますます明瞭になった。と結論づけた。フランク・ロイド・ライトは素晴らしいが視聴作語であり、ルコルビュージエはアメリカに大きな影響を与えることができなかったと表情を下した結果だった。当時ニューヨーク州で建築家として登録していなかったミースはこのビルために フィリップ・ジョンソンに協力を要請した。セットバックを避けるために敷地の半分をオープンスペースプラザとして開放し、ブロンズのフレームとトッパーズグレーのガラスで構成されたシンプルなガラスの塔がすっくりと立つ姿は当時の建築界だけでなく社会にも大きなインパクトを与えた。このシーグラムビルディングのプラザは都市における建築のあり方に多大な影響を与え、 1961年にはニューヨークの地域指定条例が改正され、それまでの車線規制から容積規制へと建築規制を変えさせる契機を作り出した。オフィスの内部空間は仕切りのないフロアが続いており、用途に合わせ自由に仕切れるよう意図されていた。外観はガラス窓とブロンズの枠が繰り返されるデザインだった。このビルやインターナショナルスタイルという様式は、 アメリカの建築に大きな影響を与えた。この様式の特色の一つは建物の構造を外に出して表現することだった。ミースは骨組みなど構造材は外部から見えた方がいいと考えた。シーグラムビルをはじめ当時の大型ビルは鋼鉄のフレームで建てられ、ガラスウォールがそこからぶら下がっていた。 ミースはこの鋼鉄のフレームを剥き出しにしたいと考えたが、アメリカの建築規則では溶解する温度の低い鉄の構造材は火災に備えて防火性の材質で覆うよう定めており、多くの建物ではコンクリートで鉄の柱や梁を覆っていた。ミースは構造材が全く見えなくなることだけは避けようとし、本当の構造を隠す代わりに、 アイ傾向の形のブロンズ材を表面に配して内部から鉄筋コンクリートシェルで支えビルの構造を示唆させるようにした。このブロンズ材は表面のガラスの間を仕切り材のようにたくさん水平に走っており外からでもよく見ることができる。結果320万ポンドものブロンズが建設に使われた。C グラムビル完成までの費用は大きく。 当時最も高価な摩天楼となった。これは最高の品質の材料と、ブロンズ、大理石、石灰化など高い内装材を使用したことによる。その他、ビルのデザインで興味深いものは、窓のブラインドである。ミースは、ビルの外観に完璧な規則正しさを求めたが、窓ごとのブラインドや電気がバラバラになっていることにも我慢できなかった。彼は、 全館の電気を一斉に明滅させるスイッチをつけることを考えたがこれは断念している。またビルの各部屋の利用者がそれぞれの事情でブラインドをいろいろな高さに上げ下ろしすることも避けられないことだったがまとまりのなさを少しでも避けるためにミースはビルに取り付けるブラインドを3段階しか調節できないものにした。シーグラムビルディング前の広場パークアベニューを挟んで立つ。 シーグラムビルとリーバハウスは、その後数十年のニューヨークのマテ楼ローの様式を決定づけた。シンプルなガラスの箱状の建物であること、そして通りから大きくセットバックし、通り側に大きなプラザを設けたことである。ミースは、ゾーニングによる通り上空の車線規制から逃れて、箱状の建物にするため、ビルを通りから遠ざけて、敷地のほとんどを広場にした。 彼はこの空間に大きな水面を設けた。ここを集いの場とする意図は当初なかったが集いの場となるよう建設され、結果的に非常に人気のある空間となった。1961年、ニューヨーク市は全米発の包括的なビル条例を制定したが、ビルの開発者に対してシーグラムビルに習った公開空地を設けるようインセンティブを与えた。ビルの中には、 ミースとジョンソンがデザインしたフォーシーズンズレストランが入居している。このインテリアは1959年の開店以来、そのままに維持されている。画家マークロスコはこのレストランの壁面にかける連作を描くよう1958年に依頼された。しかし彼は途中でこのプロジェクトから離脱し、前払いされた金を返して描いた絵は手元から離さなかった。彼は、 この連作を他の作品を混ぜず一箇所に揃えて展示するよう望んでいたが40枚ほどあった連作はバラバラになり現在では世界の3箇所に分かれているナショナルパークサービスナショナルレジスターインフォメーションシステムナショナルレジスターオブヒストリックプレイセズナショナルパークサービス2020年10月12日閲覧シーグラムビルディング スコヨースクレイパーページ、デビットスペース著、平野明行役、ニースファンデルローエカシマ出版会。ありがとうございます。